池の水と膝の水は抜かずに飲むっておなじみの和ダンディだよ。今日はね、スタミナ満点ニンニク漬け卵を作っていくね。噛まずによく言えた。今コロナ流行ってるよね。だからね、これでね、免疫もね、つければね、いいとね、思うんだよね。じゃあ早速作っていくね。今回使う材料は非常にシンプル。卵3つ、チューブニンニク、醤油改めお醤油。まず卵3つの黄身だけをタッパーにポロリしてね。次にチューブニンニクを入れたらお醤油を注ぎ、卵をひったひたのびっしょびしょにしてね。ニンニクをなじましたら蓋を閉め、冷蔵庫で半日寝かしてね。寝かしすぎるとおキンキンが湧いちゃうから注意してね。そして半日寝かした漬け卵がこちら。そそられるね。箸で触ると黄身が水分を失って固まってるのがわかるよね。こいつをご飯に乗せてくね。はい、1個目いいオレンジだね。はい、2個目もいいオレンジだね。うん。はい、3個目。はい、ちょっと型崩れたんで立て直します。はい、噛んじゃいましたね。はい、かわいいな。はい、でここからまあお好みでね、お醤油とか垂らしちゃってもいいんじゃないかなと思うんだけどね。まあ、僕はちょっと濃いめが好きなんで結構かけちゃいましたけどね。でね、ちょっとこうやって黄身の観察をしてるとね、ちょっといつもと様子が違うの分かるよね。ちょっとしっとりしててね、ちょっとねちょっとしたんだよね。これがね、すごいご飯と絡まってね、すんごい美味しくなるんですよね。で味もね、すんごい濃くなってるんです。でちょっとこの我慢できない米だけ食べちゃいます先に。はい、すいませんね。はい、でここね、ちょうど台所に落ちてた海苔をねかけてますね。はい、これがいい味を出すんで、さらに風味が増して、まあ、卵との相性バッチリなんでおすすめです。はい、でこちらが完成形ですね。これ実際食べたんですけども、ニンニクのね風味がすごい効いててね、男の人とかも大好きな味だと思います。すごい濃厚です。で栄養満点なんでね、はい、もう簡単なんでぜひやってみてください。はい、みんなやれよな、やれよ。ということで、キティちゃんこと和ダンディがお送りしました。I'm walking the boom, 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 out for the...